デプンゴマン学道日本別院とは、広島県広島市にある高野山真言宗の寺院、新行院内にある日本初のチベット仏教僧院である。新行院に移転してくるまでの2004年7月から2019年8月までの15年間は、同じ広島市内にある高野山真言宗の寺院、牛、田山竜造院を拠点とし、竜造院、デプンゴマン学道日本別院と称していた。 一般社団法人、文ュシ理大乗仏教会によって支援されている。チベット仏教にまつわる交流活動を行ってきた、文ュシ理大乗仏教会によって、4人のビッグと共に、2004年7月に、広島市の流動院内に創設された。名前の通り、チベット仏教最大宗派である、ゲルク派の三大寺院の一つである、デプン大僧院付属の研教学堂である。 五万学童の日本別院としての機能を担っている。千八百人以上が在籍する五万学童の中から選ばれた僧侶が来日して、常駐し、修行、交流を行う。2006年、2010年には、ダライラマ14世による説法会も行われた。2019年8月、交流のある五福島の大政院の支援のもと、同時委員の西広島別院である。 同じ広島市内の新興委員へと、総員機能が移された。ありがとうございます。